1年捨て続けると人生が大激変します。はい、こんにちは。捨て活で人生好転のエツコです。本日もご視聴いただきありがとうございます。はい、じゃあ小平くん、今日は何の質問ですか？はい、僕ですね、捨て活頑張ってはいるんですけど、もうとっとと人生変えたいんですよ。ちまちまやってたくないんで、もうこれを捨てたら人生変わるよって、もう手っ取り早く変えたいんで教えてもらいたいんですよ。オッケーオッケー。皆さんね、小平くんみたいにもう手っ取り早く人生変えたいなって思ってらっしゃる方もたくさんいらっしゃると思うんですよね。何かこう人生を変えるときに一体何をしたらいいかわからないって、こういうことあるじゃないですか。その時にとにかく家の中のものを捨てろっていうのをやることで、人生がグッとこうね、動き出すということを私をチャンネルでいつもお伝えさせてもらってるんですね。その中でもこの3つを手放し続けると、しかも1年ね、1年手放し続けるとほんまに人生が変わるっていうものがね、あるのでね、今日はもうその具体的に一体何を手放したらいいのかっていうのがわからない方はもう絶対最後まで見ていただきたいんですけれども、捨て活を今からされる方、そして今されてる最中の方、もう捨て活終わったと思ってるけれども、あなたの捨て活は今からですということで、1年はこの3つを手放していただきたいということになりますので、人生をさらに好転させたいと思ってる方はぜひ最後までご視聴ください。はい、ということで小平くん、手っ取り早く人生変えたいって？はい、手っ取り早く行きたいですね。そのためにこの3つは何か知りたいってことよね。はい、これはね、実は私自身が手放し続けてほんまに変わった3つというのをお話ししていきます。早速いきますけれども、まずはね、3位、こちらは情報です。なんで情報なんですか？基本的に私たち何か情報を毎日浴びてるやん。何見てる？ニュースとか見てる？ニュースとか、今オリンピックとかやってますもんね。あ、オリンピックやってるよね。うん、そういうの見るじゃん。私はテレビがないっていうのもあって、まあ見てないっていうのが現状なんですね。もちろん見てもいいんだけども、自分の最高の未来っていうのがあるわけじゃない？はい、こんな未来にしたいな、いや、今よりもこういう風になりたいなっていうのがあるじゃない？この未来にとって必要な情報がどうかっていう、これだけで選んでいくっていうのがね、めちゃくちゃ大事なんですよ。なるほど。でも結構僕勉強するのに YouTube 使ったりとかしてるんですけど、うん、そういうのもダメなんですか？それは別にもちろん OK。 ただ一つ注意があって、はい、入れすぎてませんかってこと。あー、入れすぎか。そう、もうね、油断すると入れすぎてくるね。なんかいろんなチャンネル見たりしてますけど、それダメなんですか？うん、例えば一つのジャンルにつき10個も YouTube 見てると混乱してけへん。たまにこの人の言ってることとこの人の言ってること違うなっていうのがあって、うん、結局どれ信用すればいいんだろうって分かんなくなる時もある。そうそうそう。であればもうほんと一つか二つに絞って、あ、もうこの人たちの言う通りにやってみようっていう、この方がね、結構結局ね、早いわけ。脳が混乱してくるわけね。それやってると、じゃあこれやった方がいいかな、じゃなくてこっちかなとかって、もうわけわからなくなって、結局何も行動ができないっていうね、こうなってくる可能性ってないですか？そうですね。僕の場合はでも知識たくさんつけた方がいいんじゃないかなって思うんで、いろんなね、情報入れちゃうんです。もうだからそれ、その思考を捨てろって感じだな。だから今までの癖でどんどん入れたくなるんだけれども、ちょっと待ってーということで、とにかく無駄な情報は削ぎ落とす。とにかくこの人って決めたら、もうその人の YouTube だけ見るっていうので、私は基本的にはオッケーってことなんですよ。そうすることでこれをやればいいんやということに、やるべきこと、行動すべきことにフォーカスができるので、で結局そのフォーカスできたものは行動ができて何らかしらの結果が出ると思うんですよ。だからそうやって情報をとにかく削ぎ落とすってこと、これは私はもう1年どころか今でもやってるということなので、本当に自分の未来にとって大事なものなのかっていうところだけで情報は選んでいく取捨選択が必要ということになっていきます。はい、では2位、こちらは洋服。洋服ですか？はい、洋服はなんか捨てるものとしては一般的だと思うんですけど、はいはい、人生変わるんですか、洋服で？変わる変わる。だって洋服なんて私基本的にワンシーズンとかやんか、数ヶ月でもう全部こう入れ替えていくわけよな。それこそもうずっと入れ替え続けてるわけ。そうすることで結局アイデンティティの入れ替えを行ってるんですよ。アイデンティティって何ですか？アイデンティティって自分は自分らしいと思う自分のことやな、これ、はあ、これが過去の洋服、つまり1年前の洋服着てると無意識に覚えてんねん。あ、これって1年前にあん時あそこで買ったなみたいなね、うん、その時の自分のアイデンティティに戻るみたいな感じ。なるほどなるほど。じゃあ進化成長していきたいんだったら過去に戻っちゃったらダメってことなんですか？うん、もったいなくない？これさ、私結構極論のこと言ってるかなと思うんやけれども、これがあながち間違ってないわけなのよね、うん、だから皆さんにもめちゃめちゃおすすめってことなんやけど、自分の人生を良くしたいなと思った時に具体的に何していいかわからないわけだから、本読んでみたりな、 YouTube いろいろ見たりな、セミナー行ったりとかするわけやんか。だけどとは言っても家帰ってきて
やっぱり家の中にいっぱいさ過去のものがあったらなんか影響を受けてるわけ、うん、その中でも洋服っていうのは毎日着るやんか、もう身につけてるやんかということは近いよな、存在としては。だからその近い存在をおざなりにしてはいけないということなわけよ、うん、だから一体自分らしさっていうのを昔のままにしてませんかってことやんな。なるほど、まあうん、と言うてもエスコさん、お洋服捨てたらまた買わなくちゃいけないじゃないですか。うん、買ってんよ。だからお金がってなっちゃわないですか。なるなる。だから本当にもうワンシーズン分だけ買えばいいわけよ。ほんで私が活用してるエアクローゼットとかあるじゃん。だからそういうのをうまく活用すると2週間に1回とか新しいお洋服が着れるわけやから。なるほど、うん、だからそれでリニューアルすればいいのか。なんかそう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 、数着だけ持っといてあとはエアクローゼット活用するとか、もうそれで全然 OK なの。でもそれぐらいアイデンティティと洋服ってめちゃめちゃ関わりがあるので、これは常にもう入れ替え続けるっていうことをすると、自分らしさも、あ、なんか私今までこんな派手な洋服じゃなかったけど、え、なんかこの鮮やかな洋服着てみたいとか言って着てみたら、あ、なんかこう気分上がってきたとか、うん、あ、これが自分らしくなってきたってなるんでな。そうやってどん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 入れ替えていくということになります。はい、そして輝かし1位、こちらは人間関係。人間関係ですか。もうこれはダントツの1位です。そんなに人って入れ替えた方がいいんですか。はい、入れ替えてください。1年間入れ替え続けると本当に別の人と友達になってます。要はな、人間関係でも物でも何でもそうやねんけど、とにかく先に出すわけ。ほんなら真空になるやんか。人って真空大嫌いやねん。だから何かまた入れたくなってくんねんな、うん、それが意図的に入れてもいいし勝手に入ってきちゃったっていう、これどっちもパターンがあるわけやねんけれども、とにかく一回出してみて。もう私の友人で、じゃあ分かりました、人間関係を半分にしますって言ってもう LINE を整理したわけよな。ほんならその方が後々連絡いただいて、もう聞いてくださいと、絶対に出会えない、ありえない一人と連絡が取れて繋がったんですって言って。すごいですね。ね、その方生体のお仕事されてる方で、その業界ではめちゃめちゃ有名な先生と繋がってってっていうのがあって、もう捨て活やばいですねって言ってたから、いや、よかったーって話をしてたのよね。だからそんなことが起こるのが実は人間関係の捨て活なわけなんですよ。ちなみになんかどういった人を捨ててた方がいいんですか。もうなんか全然連絡取ってない人とかおれへん。あー、いますね。 LINE に名前はあるけど連絡取ったの1回2回くらいでとか。あ、そうそう、いるじゃない。半年以上連絡取ってないなとか、んこれ誰とか、まずその人いるよね。はい、いますね。だからそういう方をまず卒業するというかね、させてもらったらいいと思いますし、あとはね、会っててね気分上がらない人。気分上がらない人、うん、自分のエネルギー奪う人いない？あー、いますね。昔からの付き合いだけど会うたびにネガティブなこと言ってくる人とかはいますね、うん、あ、いるよね、うん、なんかそういう人とかはもうごめんなさい、さよならみたいな感じで。もっと言えば、この理想の未来、自分の描くさ、私こんな自分になってたら最高とかさ、こんなライフスタイルになってたら最高ってあるやん。この自分にふさわしい人かどうか。おー、そうすると結構絞られちゃいますけど、友達ですごいお互い成長意欲が高いなって感じる友達いるんですけど、うん、これはダメなんですか。その人によるってとこやけど、人間関係って面白いねんけど、今までの関係性があるじゃない、これで成り立ってたわけ。これがさ、ちょっと崩れるとしたら、自分はすごいグーッと上がろうとするやん、はい、この人気持ち悪いし自分も気持ち悪いねん。同じようにこうやって同じスピードで上がれる人やったらいいのかもしれないけど、うん、大概は上がらない確かにね、お互い学んだこととかを普段話したりはしてるけど、うん、やっぱりどこかで差は生まれてきますよね。生まれるよ、生まれるよ。だってそんな一緒に勉強しててもそうじゃない、講座生とかの中でもそうじゃない、だって、はい、生まれるやん。で、それは別にさ、しゃあないしいいじゃんってことやね。だから自分がどうやってその人と関わっていくかは自分でちゃんと決めていかないといけないということね、うん、一体自分の未来に誰が大事なんだろうっていうのはすごく大事。だから私は基本的に何か講座を受けるってなった時にはもう先生しか見てないね。この先生といかに仲良くなれるかみたいな。他の講座生は眼中にいないですか。眼中ないことはないねんけれども別に仲良くは普通にするけど、一番大事なのは何ですかって言われたらこの人って感じや。だって自分の人生を良くしたいと思ってその講座とか学ぶわけだよ。ほんならこの人に教えてもらったらいいだけじゃん、で終わりって感じで、はい、それぐらいすごく自分の時間を大事にしないといけないし、うん、自分の夢に対してフォーカスを当てていくっていうのがすっごい大事なんですよ。その時にこの人間関係というのを使っていく必要があって、活用させてもらうってことね。だからその時に必要な人はもう一人か二人でいいのよ。もうそれ以外は手放すそれぐらいの人間関係をだん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 入れ替えていってると、本当に自分のステージもどんどん変わっていくんで、ね、これね、分かる自分で、あ、もう手放す時からこの人たちっていうのは分かるということになりますので、この人間関係をどんどん手放していくと本当に人生が変わる。これも私の実体験を元にお話していますので、ぜひ皆さんもこのね3つね、もう私まずこれ捨ててみようっていうのがあったらぜひやってみてください。はい、いかがでしたでしょうか。また感想質問ありましたらコメント欄書いてみてください。ぜひ皆さんね、アウトプットにどんどん使っていってください。また
方今日の内容がちょっとでもいいなと思いましたら、いいねボタン、チャンネル登録、そして公式 LINE を友達になってください。ということで今日の動画のまとめ、1年捨て続けると人生が大激変しますということで、今日は私の中のトップ3をお話ししました。まず3位情報、2位洋服、そして1位が人間関係ということになります。はい、今日の動画以上になります。また次の動画でお会いしましょう。 See you!